フィルズで結成された5人組ポストハードコアバンド。バンド名の由来は、アメリカのバンド、プレーンズミステークンフォースターズの同盟曲から。2001年12月に解散した、バンド、ジャニュアリーサーストのメンバーを中心に2002年1月に結成。2003年8月にファーストアルバムのリリースを、待たずして、a k ケラング、アオーズにて新人賞を受賞した。音楽性は、 ヘビメタルとハードコアの異なる攻撃性の融合を狙ったものだが特殊な技能に頼らずバンドメイトたちがそれぞれの色を出し一丸となって聴かせるスタイルが特徴2004年のバークスでのインタビューではファーストアルバムカジュアリードレズドディープインカンバーセーションはあまり準備をせずに作ってしまっただから次のアルバムに本来の自分たちの姿を結集したと語っている そのセカンドアルバム、アワーズ収録曲、ヒストリーは、南ウェールズの単行閉鎖によるストライキを歌った、ものである。2007年5月にサードアルバム、テイルズ・ドン・ト・テル・ゼム・セルブズをリリース。僕たちは全く危険を犯していなかった。これまでとは異なる探求をしたかった。と語る通り、作曲の手法にマンネリを感じていたのもあって、それまでの激しさは影を潜め、メロディー。 ボーカルを全面に押し出した作風になっている。また、これは、海難事故から、家族の元へ戻ってきた漁師が辿った苦難をテーマに、した、コンセプトアルバムでもある。その後自主レーベルジョイニアスを設立。本国以外での流通に関して、アメリカとカナダでは、ビクトリーレコーズと、それ以外の地域では、ロードランナーレコードと契約する。2008年10月にホースアルバム、 メモリーヒューマニティを発表。2011年3月、フィフスアルバム、ウェルカムホームワルマゲドンをリリース。デスボイスを多用するなどアグレッシブを前面に出した作風になっている。マット・デイビスは、5枚目のアルバムは、俺たちの歴史に、新たなる1ページを付け加えたのではなく、まっさらな、新しい一冊の本を書き始めたんだと語っている。2015年9月14日。 解散を発表。2016年2月から4月にかけて、最後のツアー、ラストチャンス2、ダンスザファイナルツアーを行う予定。ありがとうございます。